hello everybody i'm blazer replica and welcome back to amnesia memories in the spade world we're here with Ikki. but um something's going on hi <laughs> yeah i'm sure you will

なんで君をほっぽって今カラオケ <sighs> もう帰ろっか。Yes! んあの、もしかしてさ、君今ちょっとムカついてる ?Wait, really? こんな感覚、同化して以来初めてで。えっと、本当にもしかしてなんだけど。君さ、今焼きもち焼いてない Uh mm. ねえ君。<Yeah? S 2> もし君が焼いてるならどうしてこんなことするのかって一気と話し合った方がいいと思う。一気にも何か考えがあるのかもしれないでしょムカつくなら真正面から理由を聞いてやろうよ。話し合わないと本当のことなんてわからないよ。

大丈夫今の君の気持ちをぶつければきっとうまくいくよ o、okay. k i d o n t k n OF w i THAT'S the BEST Choice b u t ALRIGHT はあ遅いね8月なのに息が白いんだけど今気温何度なんだろうえ何やってるの ?Oh boy

マッタクンムするんだから。「Excuse me!」。「I do silly things!」。「Have you met yourself?」。「Apparently not」。「s h o g a n じゃんねあいつがつめたくするんだもん」でも、部屋の中はちょっとあったかいね。うん、はい、コーヒー。熱いから気をつけて。で、聞かせてくれる どうしてあんなとこで待ってたの危ないって思わなかったの apparently, but apparently I give a crap about that. あの子たちが一緒に帰ってきたらどうするつもりだったのまた合宿の時みたいな目に会いたいの危ないと思ったら冷たくすることもあるかもしれないけど、許してって最初に言ったじゃない僕の言うことはそんなに信じられない。<Whoa. S 1> apparently not. 君も僕を疑うの僕がただ楽しくて遊んでるように見えるの どうして生きが怒ってるんだろう ?I won't know if you don't explain it。付き合うことになったとき、ちゃんと説明したじゃない。それだけで分かってって思う、僕が贅沢なの。僕の言葉が足りてないの。君は今までずっと僕の態度を問いただしたいって思ってたの。I wouldn't say it was me, but someone else was。合宿のとき。 誰かに携帯を見られたんだ <What? S 1> 君が嫌がらせにあったりしないようにみんなの前では君に冷たくして見せてるつもりだったでも携帯を見られて陰で仲良くしてるのがバレたその後、ミネがあの子たちと話してるのを見たミネもつながってるのかもしれないと思って警戒したでもミネに聞いたらミネも君を心配してただけだって分かっただからバイト中の警戒はやめた No, really. I don't know about that. 今日はあの子たちの機嫌取りで一緒に出かけた。それだけ。They're not gonna calm down after that. それで <calm down S 2> 聞きたいことはある Why are you so mad? どうして好きな子に疑われて嬉しいはずないでしょう。Uh... Well, okay, you got me there. 僕の注意が足りなかったせいで、好きな子を危ない目に合わせて、それだけで自分が許せないのに。危ないのに、寒いのに。 こんなに長い間外で待たせて、腹が立つに決まってるじゃない。Oh, OK、uh。そこまでしてでも僕の真意を問いたださなきゃって思ったんでしょそりゃ腹が立つよよ h、oh、boy, や h、uh、そんなに疑われるような行動しか取れなかった自分に腹が立ってるんだよ。Uh、<laughs> 何のために我慢してると思ったの 言っておくけどね、僕は君の何十倍も我慢してるんだよ。Uh, dude, you're not the one with m n e s i a そんなちょっとしたやきもちなんて、何のつもりなのどうして焼いてみせたりするのそりゃ少しは嬉しいけど、まだ僕のことが好きだって言えないくせにどうして焼くわけはっきり言えないんでしょ覚悟決めきれてないんでしょでも僕は違うんだよ いい加減分かってるよね君が好きなんだよ本気で好きなんだ <laughs> できるものなら一日中一緒にいて抱きしめてキスして飽きるほど抱きたいんだよ Okay, ケ h yeah でもそういうわけにはいかないんだよ <laughs> 君の気持ちはまだ僕の気持ちに全然追いついてないと思うしそれに僕が本気だってバレたら間違いなく君が嫌がらせにあう 僕がどれだけ我慢してると思ってんの昔はね僕もまともに女の子と付き合ってたんだだけどそれでも相手と3ヶ月以上続いたことはなかったはっきりしないけど多分嫌がらせを受けたんだと思うあ <っ S 1> それで高校くらいから勝手に自分でルールを決めたんだ 三ヶ月しか付き合わない。必要以上に入れ込まない。それを本人にも周りにも言っておく。三ヶ月で終わると分かってれば、僕の彼女になった子が妬まれることもないでしょう。僕は三ヶ月で彼女を亡くすけど、ほっといたって、いくらでも誰かが告白してくるからね。向こうは告白が実って、僕は三ヶ月の間ちょっとした慰みをもらって、お互いに幸せじゃない。 そうやってずっと付き合ってきたんだはああ君に最低な行為だって軽蔑されるまではねあのね僕は君に言われた通りに悔い改めたよでもそれじゃまた元通りだよね君が嫌がらせにあって。 3か月もすれば別れたいって言い出すだから僕は表面上本気じゃないふりをし続ける君にもそうしてもらうそれでも3か月しか持たないけど今はそれしか思いつかないんだ早くもっと僕のこと好きになってあと1週間しかないんだ 24th、August 24お疲れ様。今日も待たなくていいからね。気をつけて帰って。いや、しょうがないね。一人で帰ろうか。うん、別に一人で帰って問題あるわけじゃないんだけどさ。 毎日これじゃ、ちっとも記憶の刺激にならないよね。うん、ーん。誰かに連絡取って、おしゃべりでもしてみるうん、なお。って、あれはまい。あの、でっかくて黒い物体。 あれってケントじゃない He's a person, not an object! Don't call him that! It's Kent, though! Yeah, it is! ケミカ !Hey!Senji's Kiminochi だったときらいだな。タイチョアヨコナットようでなにおりだ。そのごいきゅうとあどーかな ?It's going. <laughs> if that's what you're wondering。あ,あ、別にヘントーもともといてるわけじゃない。たんなる再会のサイカーにおいしつだ。私のことは気にしないでくれ。Oh, okay! エキー late 遅くなるでは、君はこれから一人で帰宅するのかそうか。帰り道の多さは唯一の楽しみだと聞いていたからな。ここにいれば来ると思ったのだが。いや。我ながら先走った真似をしたな。一球を驚かせることより、確実性を優先すべきだった。仕方ないな。ここは出直すかうん、mm. では、 君を送っていくとしよう一休の代わりにはならないだろうがい <I> ないよりはマシだろう appreciate it. Thank you. それは願ってもないことだけどケントってそんな親切なキャラだっけ I、I、be surprised. ここまで来て何もせずに帰るのもゴーハだし一休が君の身辺を心配していたからなボディーガードとでも思ってくれ男が隣を歩いていれば不審者が手を出すこともないだろう

これでも私は友として一級のことを心配しているんだ。あいつが本気になったのは初めて見たしな。んやっぱり一級は君のこと本気なんだ。以前、私が一級と付き合っているのは彼の体質に興味があるからだと話したな。それは嘘ではないが、事実の全てでもない。 私はね、一級の割り切れない心情にも興味があるんだ His c o g n i い i v e dissonance What? 割り切れない心情 I'm very confused about that as well いけど、悪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 いけど、 ああ、怪し、ah, 誰でもそういう側面は持っているものだが、彼の場合、それが顕著だ。そして現実と願望との矛盾に、体質という説明をつけている。その割り切れない感情が面白い。え、えー、っと、現実と願望との矛盾うん。<laughs> 理解できないという顔だな。 では、もう少し、現実に即した形で説明しようか、no、so, guess, out, so, 簡単に言えば、一休は女をとっかえひっかえして遊びながらも、真実の愛とやらに憧れてきたんだよあー don't we all want that? しかし、その憧れは外的要因すなわち、周囲の女性や、そこから派生する噂に邪魔されてきた そこで彼は身体的満足だけを得て妥協してきたわけだ okay, yeah,、um、ところが今現在書いは真実の愛とやらを見つけたらしいもちろん君い対してだ。て、uh.